はい、三国無双セブンやっていきたいと思います。前回で だいぶもう42ターン目。そんなに そんなに進んだ？ちょっとね、そう、結婚をね、したくて なんか中盤ぐらいまでやっぱ結婚しておくと子供が生まれるってことで、私やっぱ子供が欲しいじゃない？やっぱり。ね、毎回なんか未婚で終わるのもちょっと寂しいじゃない。だからどうしたものかなって。大将軍です。公明にしようかな。こっちにする？あえてね、これでいきます。はい、まあいいね。なんか今までとは違うって感じするよね。こうして皆と語らうことで絆どっがち深もまる。誰？ ね、どっちも誰？知らない。で、うちは結構今地獄みたいな場所にいるじゃない。で、襲撃戦はもう諦めるわ。諦めて、なんかもうさっさとちょっと1個ぐらい上なり下なり横なり何か取らないと、ちょっと本当に、多分しんどい目に遭うと思うので、そうですね。本当に欲しいんだけど、本当に無理なのよね。仕方ないわね。まあね。我々の条件はこれだ。あら、どうしたの？そちらの考えを聞かせてもらいたい。いいわいいよ。わ、言うことを聞いてあげる。そうか、引き受けてくれるか。ではいい知らせを待っているぞ。いい知らせって何？ って感じではあるけど。ちょっと我々も攻めに行きたいですね。でも引き抜きたいよね。最後までちょっと抵抗で引き抜きを頑張ってみようと思うんだけど。この座と私攻めるならどっちがいいかな。多分そのここがいいよね。ここ攻めた方がいいと思うんだけど。ああ、いるじゃん、いるじゃん、結構。ねえ、来てもらった方がいいよね。来て。なんで？ 彼結構気に入ってんだよな。彼ちょっと役職に置きたいぐらいには気に入ってるんだけど。だよね。そうね。上行くのもなんか違うもんね。下に行きます。どこまでちょっと行けるかわかんないですけど。方面も行きますよ。出てたあと1人。まあまあギリ互角ならまあいいでしょうね。互角なんだもん。大丈夫大丈夫、自信持っていこう。 3分以内はそんなにないからまあいいでしょう。で、拠点強化はまだいらないのよ、正直ね。なので、あ、そっか、第二武器が。これでいきましょうか。はい。いきます。まあ、第二武器よりも、こっちでいった方がいいよね。いや、どうだ。哀れよ。ほんと、哀れだわ。言いたい放題。通れなかったわ。どういうこと？ じゃあ私は上に行くわ。よいしょ。ここ落とすわ。我が知略に勝とうなど、肩払いたい。
ただ腹痛いわ。痛い、本当に痛いわ。痛いっつってんのよ。あなたね、痛いって言ってるでしょ。本当に。煩わしいわ、本当に。あれ壊そう。煩わしいから。でも壊すの大変なんだよな、結構な。ね、全然壊れないんだけど。最初のうちやっぱこれ壊すことを考えなくていいかな。うん、考えない方がいいや。何してるの？どうして苦戦してしまったの？頑張ってください。あなたやれるよ。結構強気キャラじゃない？割と。イメージで言っております。ごめんなさい。超春夏さんがいるわ。ね、彼女いいよね。おしゃれウーマンだよね。ただならぬ女って感じだもん。孔明もいるわ。いいのかしら、こんなに。だからダメなんじゃないの、あっちが。いや、それはあるよね、多分。ああ、帰っていっちゃった。マジ？とりあえず進もう。あっち取り行きたいけどな。あ、褒めていただけました。ありがとうございます。褒められて伸びるタイプです。やばいね。あっち取りに行かないと。本当にやばい。防衛してください。誰か行くかな、あっちまで。いいよ、防衛にしたけど。そういう次元ではない。ゲイ、はい、オッケー。いいんじゃね。なんか人いたいな。はい、消えて。何か言うん。ありがとう。ありがとうじゃないよね。ちょっと下行くね。え、援軍だって。しかも孫作だよ、孫作。もう防御じゃなくてもいいかな。いや、防御かな。なんかあそこにも人いるもんね。大丈夫、取られそう。やばいじゃない。おじいちゃん、おる。おじいちゃん。おじいちゃん。お帰りください。よし、なるほど。おじいちゃんに苦戦してたんだね。あなた、さっき私のこと断ったよね。消すよ。怖。消すよ、あなた。本当に。間に合ったか。私の策で戦局を変えてみせよう。とりあえずここ落とす。今、私の力が求められている。誰に？私は求めてないわよ。まず攻めてる感じ的には全然いい感じよ、うん、誰が言うとんねん。本当に。よっしゃ、よっしゃ。煩わしいわ、本当。同じことしか言わないね、相手ね。信じらんないって感じ。もうちょっとよ。うーん、よいしょ。はい、もらった。もらった、もらった。で、ありがとうございます。
させてんだ。やっちまえ。手加減はいらねえ。ミサイルさーい。こういくわよ。さすがだな。いい戦いっぷりだぜ。敵にも相当な功労があるようじゃない。何なんて。こやつを止めたら戦は終わらんじゃ。豪の者って言われたんですよ。どうも豪の者です。はい、これ好き。これが好きかもしれない、私は。ほいほいほい。この拠点、よし、我が手に落ちたわ。すぐ落ちるわ。いやー、惚れ惚れします。なんか下攻められてない？大丈夫？大丈夫かしら。まあでも一応防御にしてるから大丈夫よね。落とします。よいしょ。おいおいおい、煩わしいわ。これ何なの、このブンブンとくの。でも余裕そうじゃない。やっぱね、最初のうちは割と調子乗れるからね。ご立派なお姿、感服しました。ご立派言われたわ。どうもご立派です。この拠点、我が手に落ちたわ。ちゃんとボコボコにしてやりたいからさ、下も取っちゃおうよ。どう？あなた誰？少々熱くなってしまったら。450多くね。こんなん取ってる暇ないわ。取るのやめよう。バイバーイ。なんかめっちゃいる。人まみれって感じ。うわぁ。ずっと防御してる。なんなの？それじゃ戦終わらないのよ、防御してるだけじゃ。おじいちゃんにまで文句言われてる私、辛くない？その際、これほどのものか。我が身を持って計らせてもらう。よいしょ。お前、何度振りゃ気が済むんだ。お前って言うな。相手になってやる。お前って言うんじゃないよ。誰か分かんないけど。よいしょ。今ので死ぬのちょっと愚かだよね。かわいそう。こんにちは。こんにちは。よいしょ。ほい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 。ほいほいほい。敵をぶちのめしに来てやったぞ。まあ余裕でしたね。よし、この地域もらい。全部成功してる。いい感じじゃない？あ、来たんだけど、おじいちゃん。あらら。消えな。消えな。消えな。何も言ってないのに。流れだよね。うん、ごめん、流れだって今のは。イエーイ。イエーイって。こっからですよ、本当に。
こっからどう攻めていくかっていうのがね、大事ですからね。ピンク潰すか。ありよりのありだよね。ピンク潰していく。こうかな。本当におばさんだよね。なんか知らないけどおばさんだよね、ゆうたちゃん。やだな。これしたいね、できれば。引き抜きもしたいよね。道具屋作りたいよね。道具屋マジで作りたい。ちょっと待って。道具屋。あ、道具屋じゃない、作りたかったの。市場だったわ。まあ作っとくか。作るって言っちゃったしな。まあでもお金がちょっと増えるようになってきたね。ありがたいありがたい。で、ちょっとピンク潰しに行くには、とりあえず引き抜きね。え、ピンク誰がいるんだろう。ピンク。ちょっとあんまり印象にある人はいないかもしれない。え、本当にいなくない？え、待って、本当にないじゃん。絶望した。シュクさんっていつも強くなろうとするよね。ならないで。なるほどね。え、なんか欲しい人いないな。ぶっちゃんどっかにいた気持ち。ね、細分岐ちゃんはさ、もう無理なのかな。いや、多分全く来てくれる可能性がゼロではないんだろうけど、まあ別に。いや、なんか悩んでて、やっぱその1回目やった時のメンバー全員入れるのもなんか違うかなっていうね。まああの、すでにね、あの1人出ちゃってますけど、呂布ね。あ、勝った、あなたよ。来るんだ。いらっしゃい。やっぱ来るんだね。そんなに緊張しなくていいわよ。ちょっと彼女には頑張っていただきましょう。はい。どこまでやれるかわからないけれども。何？まあ、いいわよ。あ、間違えた、よくない。最低、あげるわけなくない。うわ、あげちゃってもったいない。返してほしい、今すぐ。滅びな。くそ、マジか。誰かいます？誰もいなくない？この人誰？1万円もいるよ。あ、待って、なんかわかるかも。ね、なんて言えばいいんだろう。ちょっと、あの、こういう人っていうのをパッと言えって言われたらちょっと、出ては来ないんですけど。え、でも私、この人でもいいかも。いらっしゃい。来たわ。そんなに緊張しなくていいわよ。よろしくね。で、ちょっと役職をね、やっぱり与えておかないと。え？入った瞬間仕事してる。素晴らしいわね。なんて仕事す、攻めてこないでよ。まだそういうターンじゃないと思うね、私の中で。あと3ヶ月でしょ？任命できないじゃないのよ。困ったわね。あ、これ買おうかな。あ、でも弱いのしか売って。武器屋作りて。ちょ、武器屋作ろう。のんきじゃない？さっき道具屋作ったけど潰すね。ひどい。
やばくない？お金52円涙が出そう。同盟結んでる、偉いね。本当にお金がない。でも多分買えるだよね。700円だった。あ、700円なら買えるわ。買おうっと。ちょっとこれも使ってみたかった。うん、よし。で、任命します。あなたここ、ね、よろしくて。あ、違う、消えちゃった。よろしくてとか言って、あなたここよ。で、誰にしよう。じゃあ月栄さんとやらを。あなたじゃここよ、よろしくて。男女比がちょうどいいですね。バランスの良い感じで攻めます。攻めます。進行します。ピンク潰します。いや、ここでもいいけどな。道具屋、手短にピンクだよね。多分そうよね。いや、したいってこう広がっていくっていう手もあるけどな。いや、どうしよう、悩む。ピンクいくか。ピンク2個しかないからさ、潰しやすいよね。ピンクにします。待って、ピンクの方がなんか強そうじゃない？敵気のせい、嫌なんですけど私。あんま強いの嫌だよね。マジ、でもいけるいける。なんか全員出せば大丈夫そう。誰出る？私出たいですっていう人、ちょっとおじいちゃん行く？また行こうか、じゃあ、行きます。勝ちます。いや、3分以内がある。遠いんだよな。全部そこなんだ。はいはいはい。第二武器をこれにします。で、そういえばなんか雷みたいなやつ雷みたいなやつっていう。うわっ、宿友さんだ。惚れ惚れするほど私たちが優勢ね。優勢ね。ほんと暴れだな。滑稽よ。お邪魔よ。私は嫌だけど、あそこを取りに行かなければいけないの。申し訳ないけど。誰？キッズ？かかったな。うるさいわよ。仕方ないでしょ。ここ行けって言うんだから。誰？私に倒される人は誰？あなたね。消えなさい。よし。ちょっと武器変えてみる？間違った。おい。ペシペシするわよ。結構なんか、すごいわね、これ。何これ？ペシペシするわよ。ちょっと私使いづらいかもしれない。痛い。
私これダメかも。こっちのが使いやすい。私結局広範囲をねボーンってできる武器の方が好きだな。うわすごい、文句なんかないよね、誰もね。文句言った人は朽ちるんだから。やるんだ。はい取った、はい取った。いい流れだな。この辺で言っとくか。そっちも取っとくか。もう総大将来たよ。終わっていいってこと？見事な戦ぶり。秒だよ。はい、余裕。さても豪快な戦ぶりや。すごくない？おじいちゃん、さっきまでなんかあなた結構あれだったよ、なんかプリプリしてたのに。え、なに、負けそうなの？頑張ってね。なぜそんな苦戦していいのかわからないもん、私。間に合ったようだな。間に合ってないと思うよ。ほれ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 、よし取りました。上行きます。ちょっと違くない？立派なお姿、感服しました。こっちから行ったらいいってこと？間に合ったか。私の策で戦局を変えてみせよう。ずいぶん遠くないですか？ね、なんか挑発無視してること多くない？勝負はここからだ。もう大抵無視されてるイメージなんだけど。よいしょ。ここは私の。あ、すごい。文句ないよね、本当に。なかなかの実力を持っていますね。は？なんか上から目線じゃない？突然怒り出す。よいしょ。まだまだ。勝負はここからだ。よいしょ。まだですか？もう余裕じゃない？うん、ありがとうございます。どうも、厄介ユーマンです。はい、厄介ユーマンが行くわよ。どこにいるの？敵のボスはどこにいらっしゃるのかしら。我もう負けぬ。お、いなかったよね。こんにちは。お前か。終わりや。一瞬の出来事だったね。まあ、これも余裕でしたね。承知した。どんどん入ってくる。断る。消えな、これ以上。消えな。私の消えながさ、出てけとかじゃないからね。それが怖いよね。ね、何なのみんな。これ以上。あ、もうだね、処断されるって分かってて言ってんだもんね、みんなね。終わりよ、もう2人だけ。え、でもなんか結構もうだいぶ広くなってきたんじゃないかな。ねえ。
良い感じ、良い感じ。5人処刑するそんななんかキャッチーに出されてもね、ちょっと困るよねみたいな。よし、今回の方針はこれ、ね、みんな着替える？せっかくうちにいるわけだしさ、ちょっと着替えるのもありだよね。これでしょ、引き抜きでしょ。これお金いるからなお金いるのがしんどいよな。まあいいか、それか。なんだっけ引き抜きよな、引き抜き。引き抜ける人があまりいないというこの。そうですね。サイブンキちゃんどうしよっかな。 C なんだよな。 C だけど来てくれないしな。この人は無理なの無理ではないよね。あ、来た。いらっしゃい。そんなに緊張しなくていいわよ。来たわよ。もっと早く来なさいよ、来るなら。ねえ、責められているわ。でも無視するわ。これか。さっき増えたところに誰かいないかな。あ、この人欲しい。え、この人欲しいな。お金。タミータミーにお金を。せびるってのは良くないよね、本当にね。でもタミータミーお金、タミーお金、この3、少ないよな。そうだよね。その武器使えてなかったんだよな。これ使ってみる。何なんでしょうね。何なんでしょうねってことはないけど、ね、何なんでしょうね。まあそうね。じゃあちょっとみんな休養はしないけど、味方情報でちょっとやっぱ、あ、服少ないね彼女。こっから来た人だもんね。やだ、何これ。え、だったら彼女は通常衣装が一番、ピンク。ピンクちょっと面白いな。ピンクにしちゃおっか。彼は、あ、彼もないんだ、あんまり。そっか。何これ。彼デフォルトがいい。あら、何？ちょっと待ってよ。あ、何これ。OL？2の頃こんなんなんだ。3、4。長く出ている女は違うわね。いろいろあるわね。ちょっと待って、これは何？アイドル？え、だったら私これがいいと思う。で、だいぶオシャレガールになるよね。彼女は、何これ？ウルトラマン？だって昔の衣装結構すごいね。布面積多めって感じ。何これ、面白い。これにしよう。本名もちょっと変える？そうだね。なんて書いてあるの？やる気、元気、勇気。どうしたの？これとかすごい高名味はあるけどね。これがいい。なんかオーソドックスって感じ。いいのかな。おじいちゃんはどんなのがあるのかしら。おじいちゃん昔いかつくない？だいぶ。あ、結構いかついんだ。
え、これかわいい。かわいいか自分で言ってから思うけど。彼はないわ。ごめん。そうね。そんなもんです。あ、彼は？あ、でも無理だよね。彼、今回からのキャラクターだもんね。そんなあるわけないよね。え、彼をちょっとでもさ、ラブリーチャーミーな感じにする方法は、ないですね。ごめんなさい。ないです。さよなら。さよならって。ということで、こんな感じですかね。よし。ということで、今回は、あーでもそうね、人事。まだ5ヶ月あるんか。ちょっとすることないので、それでもしといて。頭も使いすぎては鈍る。すごい格好してるね、あれね。私がしたんだけどね。すごい攻められるじゃん。任命できないわよ、攻められてるから。まあもう、じゃあちょっと今回この辺で一旦終わりますかね。で、次回、今回で何個増えたの？ 1,2,1,3 個か。次回でピンク滅ぼして、その横のあの地味オレンジも潰して、どっち行ったらいいんだろう。上潰しに行く？下潰しに行く？いやー、ちょっと難しいとこですね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。